NCT48 ラーメン部緊急招集会議、イエーイ、始まりましたね。始まりました、はい、この、はい、アイマートークも慣れてきました。お全然慣れてる、慣れてきました。全然慣れてる感じじゃない。マシモ以外はポカンってしてましたよ、うん、全然。多分今視聴者さんもポカンってしちゃったなって思いました。そうだね、はい、お詫びして訂正いたします、うん、まだ慣れてません。いや本当に少しずつね、少しずつですよね、はい、成長していけたらいいですけど、はい、はい、そうですね、うん、副部長、はい、ゲイスいつも今回の議題は、はい、今回はですね、すごいですよ。何ですか、何ですか。もっと多分皆さんも気になってるあれです。はい、ではお手紙を読ませていただきます。はい、ラーメン部部員の皆様へ、お疲れ様です。嬉しいことに6月23日水曜日にリリースされる NGT48 6枚目のシングルにラーメン部の楽曲ラーメンワンダーランドが収録されます。イエーイ、ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんすでにレコーディングは終えたかと思いますが、はい、この YouTube の収録時点、今はまだ曲が完成してないんですよ。うん、そうですね。はい。そこで今回の会議では、シングルにラーメン部の楽曲が収録されると聞いた時の気持ちや、お気に入りの歌詞のフレーズ、レコーディングの思い出などをみんなで語り合って、これから聴いていただく皆様の期待感が膨らむように、事前 PR していただきたいと思います。はい、はい。よろしくお願いします。推進。推進が今日すごいですよ。え、やだやだ、怖い怖い。この曲は、皆さんのレギュラー番組、テニーテレビ新潟 NGT48 ラーメン部のテーマソングに採用していただきます。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、すごい、はい、楽曲はもちろん、さらに番組を盛り上げていけるように、うん、みんなで一生懸命 PR していきましょう。はい、はい、ということでした、はい、あーすごい、いやでもレコーディング、はい、緊張したよね。めちゃくちゃ緊張しました。まず私たちこの5人の楽曲を、そう、すごいですよね。本当に良かったよね。いや本当にびっくりでした。もう本当に感謝です。マジで思ってなかった。いや、わかります、ね、想像してなくて言われた時、うん、めちゃくちゃ、いや本当に、ね、本当にポカーンってしちゃった。びっくり。すいません、失礼します。ちょっと見させてもらいます。すいません、どうも皆さんこんにちは。ちょっとダラ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 トーク始めんなよ。出るタイミング失ってたんだから俺。どうも皆さんこんにちは、ご無沙汰しております。新潟スイマス芸人関田正人ことモジャでございます。どうもよろしくお願いします。モジャさん、どうもこんにちは、ご無沙汰しておりますね。はい、皆さんダラ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 しないでもらっていいですか。すいません、やっぱ後悔。オープニングトーク史上知らんけどダラダラつまんないトークしてに加えて台本上、なるほど、では誰から話す、私からじゃあのタイミングで僕は出るようになったんですよ。したら中村さんがつるっとレコーディングスタジオがあって、あれこれこのまま行くつもりなんかなと思って、したらもうスタッフさんがもう行ってくださいってなったから今行ったんです。何何じゃないんですよ。久しぶりですね。なんて言ってました、大塚さん、大塚さんなんて言ってました、さっきこう何をするってました今日は。今日はい、ラーメンワンダーランドのそう PR です。そういうことです。なので、今回私が進行をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。オープニングトーク聞いてわかりました、これはきっとちゃんとしたね、大人が進行してしっかり語らせた方がいいんだろうなって思いました。え、部長何ですか、何ですか、何ですかじゃないんですよ。ない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 、部長頼むよ進行は。あとそのトーク始まる収録前のトークをぬるっとしすぎよ、あなたたち気抜けすぎよ。聞かれてた、ずっと聞いてたから裏で。お願いしますね。なので今日は、いつもは違うよね。いいですか、私のし聞いてもらっていいですか。聞いてます。やばい、もういないものとするのはやめましょう。いいですか、今日は私進行でこのね、皆さんもファンの皆さんも知りたいこの曲についてちょっとゆっくり話していきましょう。いいですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。嬉しい、嬉しいじゃないんですよ。嬉しい、嬉しいね。お願いします。
改めまして今回配信の進行させていただきますもじゃこと関田雅人です。お願いします。お願いします。はい、改めて NGT48 ラーメン部の皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。結構もう久々になるメンバーもいて、中村さん、それこそ部長はもう何年ぶりですか？ラジオだから2年ぶり2年ぶりぐらいだよね、多分ね。部長になったんですよ。これは僕は結構嬉しいよ。え、本当ですか？うん、だってラジオで一番出演回数多いのは中村さんだったんですよ。そう、あんなに会ってたのに。そう、あんなに会ってたのに。あんなに会ってたのに。もう4週ぐらい連続で中村さんとか会ったのに。そう、それぐらい多かったんだけど、もう当時、入りたてすぐぐらいね、もう中村さんもう野犬だったから。じゃあ、放っていてください。本当に。皆さん知らないでしょ、あの頃の中村さん。こんなめちゃくちゃ今しっかり進行しようとしたり、はい、後輩のトークちゃんと聞いてくれてるでしょ。はい。そんな全然なかったから。すべての人の話に入ってたから、待って。すごかったよね、中村さんね。そうだったんですね。すべての獲物を。獲物を、そう。全部を。人のエピソード、全部自分のエピソード喋ろうとしてたからね。それが今や部長としてしっかりね、進行して偉いですよ、本当に。いや、恥ずかしい。いやいや、でもだからこうやって絡めるの僕めちゃくちゃ嬉しい、久々で。いや、私もなんか本当に楽しみ、楽しみってもうわかんない、何喋ってるの。いや、そんなにそんななります。いや、ありがたいです、ありがたいです。で、まあ、改めて本題に入ってまいります、はい、NGT48 の皆さんは6月23日水曜日、待望の6枚目シングルのオーサムがリリースされるということで、まずそちらおめでとうございます。ありがとうございます。で、そのシングルにはお集まりのこの NGT48 ラーメン部の皆さんの曲が収録されているということで、改めてタイトル皆さん一緒に言ってもらっていいですか。はい、せーの、ラーメンワンダーランド。ラーメンワンダーランドよ。なかなかなタイトルよね。はい、びっくりしました。びっくりするよね。インパクトある。なので、ね、今回はちょっとそれについていろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まずこの次のシングル、今回のシングルにラーメン部の曲が収録されると初めて聞いたのは、これみんな一緒のタイミングで聞いたの？ちなみに。いや、多分ここに一人一人、ね、え、バラバラ？バラバラ、バラバラ一人でした。ちなみに部長はバラ、何ですか？どこで聞いたの？どういう場面で？会議室で。めちゃくちゃちゃんとした。めちゃくちゃちゃんとした。え、会議室に呼ばれて？呼ばれて、何かなと思ったら、その、まあ、シングル関連の説明を受けた時に、はい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 、カップリングでラーメン部の曲がありますって。え、その時どういうリアクションなんの？え、なんかもう、魂がどこかに抜けていきました。なんか、とかじゃなくて、なんかその、なんか テレビ向けのリアクションとかもできずに。もう呆然と？え？みたいな。あ、なんでみたいな。え、でも、処理が追いつかなかったです。あ、そんな感じ。みんなそんな感じのリアクション？はい、皆さんそんな感じですね。え、本当にじゃあバラバラなんだ。はい、そうです、そうです。別々でした。みながさん、なんかお気に入りの歌詞とかあります？私は、なんかメロディーの最初の方がちょっと面白くて好きです。あ、そうなんだ。なんか不思議な。いや、なんか私のポートバカにしてくるんですよ。いや、なんでない。違うんですよ。部長、まあ、なんか部長が。うん、部長が。言ってみなさい、正直に。部長のアパートがすごく好きです。あ、部長のパートが、え、ちょっとその部長よ。部長のパートは独特なの？その特別な、なんかその、なんていうの？その曲の中でも目立つ、ね、パートなの？多分、もう最初聞いたら、もうそこしか入ってこない。それはもう、リピートされる感じ。大すぎて。え、マジで？はい、でも歌詞。一番最初ですよ、一番最初。一番最初で。わ、どうなん、部長。頭歌うって、これなかなか、プレッシャーよ。ね、どうでした？私、その、5、6年やってて、ソロパートみたいなのが今までなかったんで。はい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 。そこもですし、なんかすごい、それもあるし、なんかラーメン部を、なんか、あ、なんか背負ってる感いやいやそうよ、なんかドキドキしていっぱい撮り直しちゃいました。で、どうですか、マシモさんは、なんか歌詞。はい、私はですね、本当にもう全体的に私たちにしか絶対歌えない歌詞、うん、だからすごいもう全部が嬉しいし大好きなんですけど、うん、その中で2番のそのサビの最後の方に生きてりゃ辛いこともあるさっていう歌詞があるんですけど、はい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 、のちょこちょこでラーメンの話をしラーメンだけの歌なのかと思いきや、ちょっと生きてりゃ辛いこともあるとか、あとあゆ太郎さんの歌ってる、そうだ、あそこへ行けばいいじゃないか、うんうん、っていうところ、なんかちょっと深いところが
あるところも聞き応えがあるんじゃないかなって、ね、このラーメンと簡単に言いつつも、はい、実はこのラーメン食べに行くときにちょっと嫌なこと忘れるために食べ行ったりとか、うん、元気つけるために食べ行ったりとか、はい、それとも家族でこう幸せの時間を共有するとか、はい、そういう時間あるんだよみたいなのが一つに詰まってるみたいな、はい、こうなってくるとでも本当に聞きたいですよね。いや本当に、はい、皆さんもどんな感じの曲になってるか、はいはい、ということで実は特別なルートを使いまして完成楽曲取り寄せました。聞いてないです。そうです。これもサプライズでございます。サプライズ。録音していいですか、はい、今。録音して。それはどうにかもらいなさいよ。どんなスタイルでやってんだよ。ここで録音しながら聞くなよ。いいです。録音すんなよ。なんそれだけまあ嬉しいわな、そら。まあ本人たちはさっきも振りで言ってましたけど、完成してないっていうふうに聞いてたわけですよね。はい、はい。そうですよね、はい、でもちょっと遅いなって思ってましたまだできてないおいそんな言うな頑張っとんやだから今回は聞けますんでやったーはい僕もここのタイミングで初めて聞きますああ、はい、そうなんですどんな楽曲になってるのか非常に楽しみなので、じゃあもう曲振りお願いしますそれでは聞いてくださいせーのラーメンワンダーランドラーメンっぽくないですか？確かに確かに。あ、あ、お。入ってる。入ってる。かわいい。かわいい。高い。高い。次はどうする？すごい止まらない。すごい。はい、聞いていただきました。ラーメンワンダーランドでございました。まずはじゃあ部長から聞きますか。いかがでしたか。なんだろう。こうエモーショナルな気持ちになってます。今ただただ。エモい感じね。エモいなと泣きそう。もうちょっとめっちゃいい回になってる。でも頭良かったですよ。恥ずかしかったですね。いやいいですよね。富永さん良かったですね。あれね、はい、この一番最初相談のとこね、はい、上がってるとこいいじゃないですか。大塚副部長はどうでしたか。はい、いやなんかラーメン部のみんなで歌えたことがすごい嬉しいし、これからも頑張りますって感動しちゃって。いやいやまあそうですよね、はい、それはそうですよね。頑張ってきた成果が楽曲になってるわけだから、それはそうだと思います。富永さんどうですか。はい、サラと私は一番最近に、うんうんうん、加入させていただいたんですけど、加入させていただいたばかりなのにすごい、まあ、番組とかこうして曲とかをいただけて、今も聞いててなんか鳥肌が立ったというかすごい部長のお話とかも聞いてて、あなんか本当にもっともっと頑張って、もっともっと大きく自分たちがこの部長をサポートしてなんかやっていけたらなと思ったのと、あとこの曲を早くファンの方の前で、うん、披露して一緒に盛り上がりたいなってすごく思いました。はい、いやおっしゃる通りだと思いますよ。真下さんは
いやもう本当にめちゃめちゃいい曲だなと思って、私たちの5人の声ってめちゃめちゃ合ってるんだなと思いました。いやマジで思った、マジで思った。すごい綺麗、すごい聞きやすくて、うん、ラーメン食べたくなるような歌詞もそうですけどでも寝る前にも聞いてもスッと眠れるような、ちょっと待って、確かにでもいつ聞いても、うん、そういつ聞いてもごちそうさまって思うよね。いい、はい、最後とかすごい、いやいやめちゃくちゃいい曲よ爽やかな、なんか、うん、なんかこうやって部長がいろんなことを考えてくださったりとか支えてくださっている方もたくさんいらっしゃって、私たちももっと本当にもっと本当に頑張らない、頑張ってこうお返しできたらいいなって思いました。この曲を聴いて改めて、はい、なんかめちゃめちゃ私たちの声が合わさってるのがいいなって思いました。相性良かった、はい、うん、小宮山さんどうですか。はい、やっぱり部長もユーも言ってたように5人なんですけど5人じゃないっていう、もうもっと私たちの先輩方の皆さんと積み重なってきたラーメン部をもっともっとその先輩方に恥ずかしくないようにこれからも大きく私も貢献できたらいいなって、本当にこの楽曲キャッチンキャンしてん、すごいこと喋ったのに、すごいことなのに、え最後ロシア語喋るの出てたな、なんか、え、いやいやいや、あんな強引にまとめに行く、はい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 、あ、そっか、ラーメンの中国の方のなんかちょっと字幕だけつけても、字幕つけれるかい、本人しかわかんねえんだから意味は、うん、で改めてラーメン部のこの曲、ラーメンワンダーランドが収録されている NGT48 6枚目のシングルオーサムのリリース日、これ6月23日水曜日でございますので皆さん楽しみにしててください。さあ最後に中村部長、ラーメン部を代表していつもラーメン部そして NGT をデート応援してくれている皆さんへメッセージをお願いします。いつも応援してくださる皆さん本当にありがとうございます。皆さんの応援がなかったらきっとこの楽曲はねなかったんじゃないかなと思いますし、みんなで新潟のラーメン盛り上げてことも、その応援してくださる皆さんがいなかったらきっと実現できてなかったと思うし活動できてなかったと思うので、これからも皆さんにぜひ応援していただいて、みんなでもっともっと、新潟のラーメンもそうですしラーメン部もこうもっともっと大きく頑張っていけたらいいなと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんと喋れたかな今、大丈夫かな。すごいすごい、ありがとうございます。いやちょっとなんか本当いいね、いい部活動されてますねなんかもっといろいろこういじってこう、バドミントンくだらないよとか何あれ木の絵でバドミントンとかあんな勝敗ようわからんかったしとか思ってとか言いたかったけどもなんかそういうのも含めてね、はい、みんなで頑張ってて、うん、それを多分頑張って姿見てるから大人の皆さんがみんな協力してあげようと思うと思うので、うん、この楽曲とともに、うん、NGT48 ラーメン部がさらに進化していくのを楽しみにしたいと思います。そして僕がちょっと突然来ちゃってすいませんでした。本当にいやいや、こちらこそ。今回のために髪の毛を縮れ麺にしていただいて。誰が中華麺や。なるほど。誰が中ボス縮れ麺。高いね、ほんとに見習ってたもん、みんな。意識高いね、じゃないわ。確かに昨日言ったよ、俺は。言わすんじゃないよ、恥ずかしい。嬉しい。この収録あるから、ちょっと髪整えたこと言うんじゃないよ。恥ずかしいだろ。すごい。ということで、関田正人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、次回の配信もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。NGT48 ラー